山本さん、給料100万ももらってるって嘘でしょ急に何そんな噂聞いたんだけどさ、絶対嘘でしょおっさん高卒だろなのにそんなにもらうわけないじゃん。田中、上司に向かってその口の聞き方は賢いとは思えないけど、給料の話をわざわざ聞いてきてどうしたいんだ今日初任給入ったんですけど、ありえない額だったんだよね。上司とはいえ、山本さんは考察でしょ しかも正社員とはまた別の扱いって言ってたし、年上だからみんな気使って言い出せないだけで、本当は契約社員とかなんじゃないのまあ、そんなようなもんだけど、それは田中には関係ないよな。俺がお前の上司であることは変わらないわけだし。で、給料めっちゃ低かったんだよね。は ?20 万とかだったわけ。それはやばくない俺大学院卒だよ。まあ、初任給はそんなもんじゃないか というか、それを俺に言ってどうしたいのかわからないけど。それで周りに聞いたら、あんたが一番もらってるって聞いたんだよね。噂では100万くらいらしいじゃんそれはありえなくないありえない、とは。だっておっさん、高卒だろ舐めすぎ。高卒が100万もらっていて、自分が20万なわけがないし。どうせ本当はそんなにもらってないんだろだからどうせ嘘をついてるだけじゃん。 嘘って、なんでそんな話になるんだ俺よりあんたの方が給料多いなんて絶対におかしいし、そんな待遇は間違ってる。だから、あんたが何かしらの悪いことをしてるはずだ。そこまで想像で決めつけるのか俺のこういう予想はよく当たるんだよね。その給料は少なくとももらってないだろ。俺は20万だぞ。あんたが見えっぱりの大嘘つき野郎だって社内に広めとけよ。そんなことして。 何のメリットがあるのかわからないが、収入については差があるのは当たり前だ。田中、お前はまだ入社2ヶ月目だろ給料について文句を言う暇があるなら、真面目に仕事に取り組んだ方がいいんじゃないか偉そうだな自分はただの嘘つきのくせに。嘘つきって。だから、そんなメリットないから。収入を自慢するつもりはないし、したくもないけど、新入社員と比べたら、それはさすがにもらってるよ。 そういうのが自慢だって言うんだよ。どうせ嘘なくせに。月収100万なんて考察のお前がもらえるわけないじゃん上司に対してお前って言うことはおかしいとは思わないのかそもそも上司と思ってないから、俺に周りにあんたの嘘をばらされたくないなら、金をよこせよ。は金なんで俺が金を渡さなきゃいけないんだしかも、嘘ってなんだよ。勝手な言いがかりで金を請求って、 恐喝だろ。そんなに給料もらってるはずないし、もらってるとしたら絶対黒い金だろ。は黒い金どうせ横領とかだろ何言ってるんだ。横領とかしてるんだから、ばらされたくなかったら俺に金を起こせよ。本当にそんなにもらってるんだったら、別に少しくらい渡してもいいよな。何を言ってるのかわからないが、そろそろいい加減にしろよ。 やっぱり渡せないんじゃん。本当はそんなにもらってないんだろ。強がりすぎ。見栄張ってどうしたいのもらっててもお前に渡す意味がわからない。なんで俺が田中に金を渡すんだありもしない事実を言いふらそうとしてる奴に、金をつかませて黙らせるなんて、それの方がおかしいだろ。金をよこさないなら、恐喝されたって嘘をつくからな。は強恐喝。 俺がコネ入社なの分かってるよな。知ってるよ。田中専務の息子だっていうのはみんな分かってる。俺の父親は長く働いているし、権力もある。だから俺のことをみんな信じる。あんたがお金を払うつもりないんだったら、噂流すぞ。高卒のあんたはそれが引き金となってクビになっちゃうかもよ。自信満々だな。逆にすごいと思うけど。そうだよ。俺はすごいんだよ。 こんなこと考えつくの俺くらいだろ俺みたいに頭がいいと、給料がこんなに少なくても、お金を回収して何とかやっていけるんだよね。この連絡、一体何だと思ってたけど、要するに俺を脅して金を巻き上げようってわけか。高卒が高い給料をもらえるはずがないからね。どうせ何か後ろめたいことがあるのは確実だろはあ、そうですか。 だからあんたを脅して自分に振り込ませればいいって考えついたんだよね。頭良すぎてびっくりだろ。勝手に言ってればいいんじゃないか。俺は支払うつもりは特にないし、勝手に何でも言っててくれ。関係ないから。横領が作られたくなければ、まずは金を払え。そんで、俺のミスをあんたのせいにしろ。命令に従わないと大変なことになるよ。命令ね。 自分のミスまで俺に落ち着けるつもりか。そこまでするやつだとはな。びっくりだわ。何冷めてんの。いいからさっさと自分の罪を認めて支払えよ。高卒で月収100万とかありえないし、悪いことしてるのは見え見えなんだよ。高卒ってことで俺を見下して横領を疑って、高い給料を自分によこせと脅してきてるってことだな。やっとわかったのかやっぱり高卒は頭悪いなあ。 だから悪いことしてもすぐにバレるんだよ。高卒の分際で月収100万とか、絶対横領だろ。バラされたくなきゃ、全額を俺によこせ。なめてると潰すぞ、ガキが。えもうこれ以上はめんどくさいわ。ふざけんなよ。一体どれだけ舐めた言動してるんだ。自分の立場わかってんのかいや、おっさんが切れても怖くないし。 むしろ俺にそんな態度とっていいの俺は専務の息子なんだぞ。あ、そう。じゃあ専務に俺のことを言えばそうすればお前も少しは学べるんじゃないえ俺は社員じゃないよ。やっぱりな、どうせ派遣か契約社員だと思ってたよ。そんな奴は信じられないね。俺は派遣でも契約でもなく、特別顧問だよ。 特別顧問として特別に依頼されて一時的に雇われてる。指南役として会社に関わっていたんだよ。今、親父に聞いたんだけど、あんたって、うちの会社にとって超貴重な存在だって、これ、本当本当だよ。なぜ今まで誰もお前に教えなかったのか謎だけど、まあ、きっとみんな関わり合いになるのを避けたんだろうな。えなんで お前が面倒なゆとり新入社員だってことは誰の目にも明らかだし、親の前ではいいこぶってるだけなのもわかってるし、わざわざ関わりたいとは誰も思わないんじゃないかそんなことないでしょう別に。でもそんなの知らなかったし、顧問として雇われてるとか意味わかんないし、なんで高卒なのに。高卒高卒って言って俺を見下してるみたいだけど。 俺はお前の年齢には会社を二つ経営してたよ。え大学院まで出て親のコネでしか就職もできずに、目上の人への態度も学んでない。ただ学費を無駄にしただけだったんじゃないのかそういうわけじゃないでしょ。あんた以外にはちゃんと敬語も使ってたし、舐めたような態度もみんなにとってたよな。専務の顔を立ててみんな気遣ってたけど、時間の問題だったな。時間の問題って何が この件に関しては大問題だから、今後の契約を考えさせてもらう。えお前みたいな社員がのさばっているような会社とは契約したくない。俺はこの役職を降りさせてもらう。えそれ大丈夫どういうこと社長にはその旨を連絡するつもりだ。ちょっと待ってください。それってもしかして、俺の責任ってことみたいになっちゃいますまあ実際そうだからな。それって、 まずくないですか責任問題とかになります山本さん、うちの会社に必要な人なんですよね。敬語使えたんだな。まあもう遅いけど、社長も事態知ったらさすがにブチ切れるんじゃないかな。それって、社長に言わなくてもいいんじゃないですか俺だってまだ若手だし、たまに失言もありますよね。悪意はなかったってことだけ分かってほしいんですけど、悪意がなくても、 脅迫まがいのことまでしてきたよな。急に金銭を要求されたのも初めてだし、これはこのままにはしておけないよな、やはり。金銭を要求したつもりはなかったんですよ。もし結構もらってるなら、もしかしたらくれるかな、みたいな。あれですよ、おごってください、みたいなことですよ。そういう感じには聞こえなかったけど。でも、俺はそういうつもりで言ってたんで。 LINE もさっき送ったやつは全部送信取り消しにしたし、証拠もないし、山本さんが忘れてくれればいいだけじゃないですかね。これからはちゃんとしますから。消したみたいだけど、一足遅かったな。はい田中が今日送ってきた LINE は全てスクショしてプリントアウトした。はあ嘘でしょそれももうすでに社長に報告済み。社長室へファックスで一応送っておいた。 何やってるんですかてか仕事早すぎだろそういう仕事の早さのおかげで、こうしてこの地位に登り詰めたんだよ。お前みたいな他人を貶めて金を搾取しようとするような、卑怯な人間とは違うんだ。へえー、それってやばいですよね。もう、社長にバレちゃうって感じですよね。当たり前だ。ついでに教えてやるけど。何ですか、これ以上もうやめてくださいよ。 ただでさえ結構今慌ててるんすよ。恐喝されたことを警察に届け出る予定だから。はぁ、あ、そのつもりで覚悟しておけよ。どういうことですか警察ってしかも恐喝ってそんなつもりないしお金を奪おうとしたわけじゃないんですよまあ実際自分がやったことはそういうことだったって自覚して、今後に生かすしかないんじゃないか本気で言ってるんですか警察って 社長に言われただけで相当なダメージなのに高卒だからって上司を見下すようなクズなゆとり社員は、これがきっかけで少しは反省して次に行かせよ。反省してますから許してくださいよコネ入社で実力もなくヘラヘラして適当にやって、上司に喧嘩売っても何とかなるって思ってたみたいだけど、自分が無能だってやっと気づいたか今気づいたところで遅いんだけどな。 結局、田中さんは、翌日人事に呼び出されて、自主退職を促され、自室上の首処分になってしまったんだそうです。田中さんをコネ入社させた田中さんの父親も責任を負うことになり、現在の役職から降ろされて、地方に左遷されることになったのだとか、父親はぶち切れたそうですけど、当然ですよね。田中さんは家族からも感動されることになってしまい、誰にも頼れずに家を出る羽目になったんだそうですよ。その後、慌てて仕事を探したようですが、 なかなか見つからず、やっと見つけた住み込みの旅館でバイトとして働くことに、しかしその旅館はかなりのブラックな労働環境だったようで、朝から晩まで低時給で働かされているらしいですね。辞めても行く場所も住む場所もないので、辛い毎日でも辞められないんだとか。一方で山本さんは社長に懇願されて契約を更新することに、仕事のできない新入社員がいなくなって仕事が楽になり、売り上げはうなぎ上りだったのだそうです。田中さんがいなくなってくれてよかったと。 部署のみんなも思ってるみたいですね。